テディ。パスタイムクルサイ。Thank you very much。気持ちいいんよかパスタイム。だけど石川さんね、このボール一つ一つね、分けてね、まっすぐスライダーシュート一つだけ取ったら、それは普通のピッチャーに変わりないんですよね。誰でも放るようなボールなんですけどね、やっぱり相手の心理状態を読んで、それをうまいことを駆使しながら投法するという、これが特徴なんですね、東洋の。なるほど。バッターボックスはキャッチャーの内田です。今日は藤田ではありませんね。この中日から今シーズンの途中ブレーブスに移りました内田です。スライダーを打った、センターの左です。センター俊足の秋山ですが、ダメです、なりません。内田は二塁へ。ワンアウトでランナーは二塁です。ツーベースヒット、これが5本目のヒットです。さあもう一回見てみましょう。秋山が俊足を飛ばしてダミーキャッチをしようとしたんですがダメでした。さて佐田岡さん、今日の東はいかがですか。非常に立ち上がりからですね、自分の得意玉である変化球スライダーシュートが非常にいいですね。だから、やはり変化球投手が僕らもそうだったんですけどね、悪い時というのは早めに変化しちゃうんですよね。それが今日はですね、ちゃんとマウンドの上で微妙に変化してますからね、ちょっと阪急打線打ちあぐんでるみたいですね。あなるほど。ホームプレートの前であまりにも早く変化しちゃいけないと。そうですね、はい、バッターの手元に来てぐっと変化をすると、そういう今日の東尾だそうです。一方の山沖なんですが、先ほども田淵さんとお話をしましたが、立ち上がりはなかなか良かったと思ったんですがね。2回なんか3三振取りましてね、このまま行くかなと思ったんですけど、やはり前半みたいな勢い、ボールの勢いがないですからね、大体コントロールで投げるタイプの投手じゃないですからね、非常にボールに力がなくなると長打とかそういうの食らいますよね。はい、昨日4対2と西武が阪急を逆転で下しまして、マジックが7個です。一旦マジック9つがつきまして、日本ハムとのゲーム10月1日のゲームで西武が大敗しまして、マジックが消えましたが、昨日再点と。これはスタンドに入るんでしょうか。バックネットに当たりました。今日も西武ライオンズの森監督は話しておりましたが、まあ、うちが5勝5敗でいって、阪急が11勝1敗、まあこれは阪急にとってはちょっときついな。うちはまあ最悪でも4勝6敗ぐらいはこの後もいけるでしょうからと森監督は言っております。で、森監督が強調していたことは、今シーズンを通してうちはシャニムに勝ちに行くということはしなかったと、それが最後勝敗となって現れてくるんではないですかということを言っておりました。まあ、案にこの山沖投手のね、中2日あるいは中3日のマウンドなどを指しているんではないかと思うんですけれども、そういった意味では田淵さん、戦力的にはまだ完全に整備はされていないライオンズなんですが、はい、森監督がローテーションをきっちり守って決して焦りませんでしたね。そうですね、昨年の優勝した時も4月5月はローテーションを絶対変えなかったですね。ですから各チームが勝てないもんだからローテーションを崩して崩れてたということありますんでね、今年も森さんはそういう点ではじっくり我慢しながらね、ピッチャーを宿泊して使ってますよね。そうですね。阿部が危ないところで使いました。まあですけどチーム打率が2割4分6厘、はい、投手防御率が 2.99 ね、はい、対照的です。違いますよね。チーム打率の2割4分6厘というのはパ・リーグ6球団の中では最低です。12球団ということになりますと、阪神の2割4分1厘に次ぐ低打率にあえいでいるわけなんですが、防御率 2.99 というのはもう抜群の成績です。さあ、東尾に強い福本が登場しております。ベテランの福本、よく頑張っています。今日のゲームまで東尾との成績は17打数の8安打で4割7分1厘とよく打っております。今日は1回目ライトフライ、2回目セカンドゴロ。まあ、ですから西武の勝ち方を見ても大勝して勝ったというのはほとんどないですよね。もう接戦接戦のね、
もう本当ギリギリのね2点差1点差で勝ったゲームが多いですよね。そうですね、まあ、特にあの東尾が15完投してますけど、はい、この時でもやっぱり2点差3点差なんですよね、大量点もらって悠々完投したっていうゲームはほとんどないんですよ。今完投の話が出ましたが、東尾は25試合登板しまして完投が16、そして工藤投手が25試合投げまして完投が22というのはもちろんセパ両リーグを通じまして最高の完投数なんですが、この完投が西武のピッチャー多いです ね。そうですね、特にまあ120試合終わった時点で61の完投というのは素晴らしいですよね、はい、勝敗にしても46勝7敗8分けですかね、ですから先発投手が解けたら今年の西武はもう負けだというね、中継ぎが頑張って持ってって引っ張ってって抑えの渡辺にというタイプじゃないんですよ、はい、ですから中継ぎが勝った勝利というのは4勝しかないんですよね。ですから抑えに回っております渡辺投手などは出番がないんで僕はもっともっと投げたいんですという嬉しい悲鳴も上がっております。まあですけど日本シリーズになったらちゃんと投げる、ね、機会がありますから、今はお静かにという感じじゃないですか森さんも。そうでしょうね。ブレーブス同点のチャンス、カウントワントゥーとバッティングチャンスです。まあですけどね、今日の阪急打線見ますとね、1回からライト方面に狙ってんですよね。そうなんですね、ライトフライライトフライライト前ヒットライトフライって、ということはやはり今日の東尾のスライダー狙いというね指示が飛んでると思うんですよね、はい、去年東尾投手はこの球場で近鉄戦デイビスにデッドボールを投げてデイビスと乱闘になってからはほとんど近めのシュートというのは阪急戦でも近鉄戦でも投げなかったんですが、今シーズンの先日の西宮球場での対戦の時には139球投げまして、そうですね30球近くシュートボールがあったでしょうか。最近はシュートを投げ出しているんですけれども、今日はやっぱりそれでもシュートよりもスライダーの方が多いですもんね。ですけどね、そのシュートを投げなくても勝ってしまうというこの凄さね、まあ、それとシュートと見せかけてインサイド、右バッターのインサイドから中に入ってくるスライダー、これがまた今年いいんですよね。ですから普通のバッターでしたらシュートと思うと中にスッとこう入ってくるというね、その駆け引きのうまさ。福本打ってセカンドゴロ、途中から辻に変わっております。辻が一塁送球アウト、阪急ブレーブス同点のチャンスを逃しました。5回の表終わりまして1対0とご覧のようにライオンズがリードしています。西武が現在パシフィックリーグのトップです。4ゲーム差で阪急が追っておりまして、西武にマジックが点灯して7、まあ、阪急はもうこのゲーム絶対と言っていいくらい落とせない大事なゲームです。田辺さん、もし今日阪急が敗れますとパシフィックリーグのペナントレース、今シーズンはもう西武優勝 97-8% ぐらいまでは、いや私はもう 100% 決まりますよ今日のゲームもし勝てば。どう見たってこの星勘定したらね、はい、それと阪急の投手陣のことを考えれば、ええ、これはもう西武の有利ですよね、はい、そうしますとまさに阪急にとどめの一撃を入れることができるかどうかという西武の大事なゲームですね。今日はレフトへ持っていきました。阿部が追いついている、使いました。フェンスまであと 2,3 メートルのところで阿部が掴んでいます。だけどやっぱり阪急というチームはしぶといですね、はい、私も6年間この阪急と対戦しましてね、ええ、やはりいざという時に一番対戦組みにくかったのはやっぱり阪急ですね。あ、なるほど。ですから投手力が整備されたらこのチームはまだまだ強くなんじゃないですかね。上田監督も最後の最後までやっぱり苦しめようというような気持ちもあるんでしょう。今日西武の練習が終わった後、森監督のところと、そうですね、森監督のところに行きまして手に唾しましてねまだまだ苦しめますせというようなことを言っておりましたが、さてブーマの最近5試合です。ご覧のようにブーマはちょっと当たっておりません。しかしながら今日はライト前ヒット、ライト前ヒットと今日は2安打。清家から一塁へ。今シーズンは田辺をね
もう育てようということでずっと森監督も我慢して使っていたんですが、現在は清家に変わっております。この清家がなかなかいいですね。うん、そうですね。この人はね、阪神時代から目立たなかったんですけどね、あのプレー見てみますと一つ一つがものすごく丁寧なんですよね。まあ、確かに田辺も良かったんですけどね、私の見た感じでは、あ、これはどっかでつまずくな、スランプが出てくるなという感じのバッティングしてましたね。あ、そうですか。まあ、確かにアメリカではいい成績上げたという結果が出たんですけどね、ただアメリカのファンと日本のこのプレッシャー、ファンのその違いっていうのはやっぱりありますよ。人間というのはやっぱり見られることによってプレッシャーが感じるわけですからね、その差がちょっとね心配だったんですよね。まあ、私もアメリカのワンエンドゲーム、田辺選手が活躍しているゲームを見てきたことがあるんですが、そうですね、お客さんは多くて3000人ぐらいですからね。で、その3000人ぐらいと、そうですね、4万を超す大観衆の前だとプレッシャーのかかり方も全然違うでしょうから。まあ、ただ今ファームでいい勉強してるんじゃないですか。そうでしょうね。1軍にいられるにはどうしたらいいかというものをね、ファームに行っていろいろなプレーして勉強して、まあ、来年が楽しみじゃないですかね。はい。バッターボックスは阪急の石峰、現在パリーグの打撃成績の第5位です。3割飛んで5厘というアベレージ。阪急はパシフィックリーグの打撃ベスト10の中に3人おります。ブーマー、石峰、松永、そして14位に福良がおります。最近5試合は19打数3安打1割5分7厘、当たっていない石峰、今日もライトフライに643の警察打。田淵さん、西武の打撃成績ということになりますとベスト10の中には誰もおりません。一番いい石毛が第16位に顔を出しておりますね。そうですね、まあ、チーム打率は2割4分台で優勝するっていうのは確か巨人軍がね、30何年ですかね、はい、一度あったきりですかね。そうです。三遊間レフト前のヒット、ブレーブス6本目のヒット、まあ、しかしいかにも東洋らしくヒットは打たれながらも点は許さないというチームですね。これもスライダーがねちょっと中に入ってきたっていう感じですけど、高めには放ってないですよね。佐藤岡さんにそこら辺のところを聞いてみたいと思うんですが、佐藤岡さんね、いかにも東洋らしく今シーズンはヒットの数も大変多いんですが点はあまり取られていません。やはりそれはなんていうんですか、やはりこう高めに投げなくてね、やはり長打の多く出る高めはもうこのぐらいのピッチャーになりますので、もうこの体感で分かりますからね、こういう場面でこういうボールを投げちゃいかないというのが、はい、サードゴロよく掴んだ石毛、いいプレーでした。あ、素晴らしいプレー、もう一回見たいですね。石毛ご覧のように喜んでいます。はい、もう一回見ましょう。今のプレー、三遊間を破ろうという当たり、横っ飛び見事でした。東洋が6安打を許しながらも0点に抑えております。西武球場2対0と西武が2点のリード。7回の表の阪急の攻撃は熊野から始まります。今日はご覧のように西武球場はいいお天気です。全国的に今日はいいお天気のようで各地でデーゲームが行われておりますが、それではデーゲームの途中経過をスタジオからお伝えしましょう。西村さん、お願いします。はい、ではお伝えします。まず広島市民球場の広島中日戦は現在4回の裏、広島の攻撃中です。0対0のままスコアは動いておりません。広島先発が紀藤、中日が川端です。なお首位打者争いの正田、落合ともにスタメン落ちしています。藤井寺球場の近鉄日本ハム戦は現在4回の表、日本ハムの攻撃中です。3対1と近鉄がリードしています。2回の裏、大石にツーランホームランで2点が入っております。近鉄の先発が谷博明、日本ハムが金沢から田中幸雄に代わっています。さあ、川崎球場のロッテ南海戦、こちらは4回の表、南海の攻撃中で4対0とロッテがリードしています。ロッテの先発が水谷、南海は山内貴則から中条に変わっております。以上です。石川さん、田淵さん、どうぞ。はい、パシフィックリーグは南海が日本ハムと激しく A クラスを争っているわけなんですが、
この辺の3位4位争いも面白いところです。西武球場はもう優勝争い、現在2対0とマジックが出ております。西武が2点のリード。しかしラッキーセブンの阪急の攻撃、先頭バッターの熊野がヒットを打ちまして、バッターボックスはルーキーの藤井です。4回に続いて先頭バッターを出しました阪急、この回点を入れることができるかどうか。ご覧のように一塁ランナーです。熊野を置いてバッターボックスの藤井。今日の藤井は1回目スイングアウトの三振で、2回目がセカンドゴロ。東尾投手の体の影が一塁線を引くようになりました西武球場。いいスライダー、低めいっぱいです。佐田岡さん、こうして東尾投手のピッチングを見ておりますと、本当に素晴らしいコントロールで、フォアボールもね、東尾はもうパスティックリーグのピッチャーの中では抜群に少なく、今シーズンまだ34個なんですけれども、今日のゲームもフォアボールありません。コントロールの良さが本当に目立ちますよね。あの山脇と比べて今日は非常に対照的ですね。やはり決してピッチングは力だけじゃないって感じもしますね。本当ですね。高く上がったレフトフライを阿部が使いました。石川さんは、はい、どうぞ。三塁側の阪急情報なんですが、今ヒットを放った熊野選手と松永選手が話し合っていたんですがね、まあ、東尾投手みたいな投手はこう外角の球を逆らわずに絶対こう左バッターはレフト方向に流すべきだという話をしてたんですよ。で、まあ、熊野選手、まあ、それは分かってるんだけど外角にスライダーが来るしちょっと引っ掛けてしまうんですよねみたいな話をしてたんですが、熊野選手見事にそのアドバイスを受けて今ヒットを放ちましたよね。はい、まあ、田淵さんはね、東尾投手とも大変仲がいいんですが、はい、東尾投手の良さはまず一つ挙げると言われますと何でしょう。やっぱり頭がいいんでしょうね。あ、頭の良さね。相手の心理状態を読めるね、眼力といいますかね、それはもう長けてますよね。そうですか。他のピッチャーと比べてね、はい、出やないとね、これだけもう18年、19年目ですか、できないですよ。うん、なるほどね。それとね、あのこの人は本当にね、まあ、皆さんこういうことを言うと笑うんですけどね、体をものすごく大切にしてる。うん、特にあのお酒好きな人なんですけど、うん、登板前はもう絶対飲みませんもんね、はい、外見上ね、そうじゃないような雰囲気なですけどね、この人陰に隠れてたんだらもうすごいあれですよ。節制してますか、センターフライでツーダウン。いや、頭の良さということに関しては今日阪急のトップを打ちます福本が言っていたんですが、東尾はそれの駆け引きがもう実にうまいと。で、僕と東尾との対決というのはもう騙し合いなんだと。そうでしょうね、でこっちがいろいろあの頭を使って相手のピッチングを読む、一方東尾の方もその裏を書いてくる、そこら辺の駆け引きが楽しいんですということも言っておりました。ですからベテランの、ね、投手が対決するのと、またベテラン投手とベテランバッターが対決する、この面白みというのはやっぱりありますよね。ですから山田投手みたいにね、その前にホームランを打たれますとね、同じ球も掘ってくるんですよね。あの人はかなり気が強い方ですからね。現在2対0と西武が2点のリード。194センチの売り出し中の高橋が登場しております。上田監督は勝負をかけます。パワー抜群のこの高橋さとしに一発ホームランを期待しての起用でしょうか。こういう成績です。まあ、ここは阪急としたらやはり一発が欲しいがためにね、もう本当に長打力のあるこの高橋選手を使ったと思うんですけど、はい、まだまだこの東尾の投球術にはちょっとついていけないんじゃないかと思うんですよね。東尾がどう入るか。今でも変化球から入ったでしょうね。小さなスライダーから入りました。やっぱり振り回していくバッターにはもう十中八九はまっちゃいますね、東尾の投球パターンにね。はい、まず1球は近めのスライダーから入りまして、2球目は何を投げるんでしょうか。かなりホームプレートから離れて立ちます高橋。スライダーストライク2。まあ、ほとんど真っ直ぐ系はないですよ、はい。うん、あと1球胸元にちょっと放ってね、外角にフォークボールでも落として。1億円投資の東尾これもし MVP でも取りますと来年どれだけ上がるんですかね。興味ありますよね。まあ、1億2000万くらいにはいくかもしれません。西武のことですからバンド出すでしょう、いや、そう言ってくれって言われたんですよ。
3球三振、田辺さんおっしゃるように簡単にもう手玉に取られたという感じの高橋聡一です。さあ三振のボールもう一回見てみましょう。あ、遊ぶのもったいないからツーナッシングからフォークしたんですね。そうですね、ここら辺がやっぱり東洋のうまさなんでしょうか。う、ね、ご覧のように2対0西武がリードしています。西武の球団旗と去年の日本一チャンピオンフラッグが今映りました。4万8000人の大観衆です。昨日球団史上最高の観客動員数を記録しました西武ライオンズ球場、今日も4万8000人でますますこの記録は更新されそうです。ライオンズの主催ゲームはあと6つあります。福本の数字を今ご覧いただきました。今日はご覧のようにまだヒットは出ていません。2割9分2厘。今日はこの今シーズンよく打たれている福本をうまく攻めてますね。そうですね、まあ、やはり反響としたらこの核弾頭をね、足を抑えるっていうことがね勝因の一つですからね。そうですよ、この反響の強い頃は福本美濃田の 1,2 番手は田淵さん一緒にやってても嫌だったでしょ。嫌だったですね。もう何回となくそのノーヒットで1点というケースね、もうフォアボール出てそのバントもせずにスチールして、で2番バッターがサードに送るという進塁打を打つというね、それで犠牲フライで1点というのはよくありましたよね。19年目の福本を迎えました東尾。まあですけど19年もやってればね、それはどっかは筋力的にも落ちてきますから、これはしょうがないですよね。まあ2割9分2厘ね、これは立派な成績だと私は思いますよね。そうですね、東尾も19年、ベテラン同士の対戦です。センターの右です。秋山がずっと半身になって追っていきます。買いました。先頭バッターを打ち取りました東尾です。やはりパワーは落ちましたね。今のワンツーからのカーブだったらね、やっぱりライトスタンドに持ってってもいいようなちょっと甘いボールでしたけどね、やっぱりどうしてもそのヘッドの周りがね鈍くなりますね。そうですか。この阪急ではふくらがよく成長しました。今日はまだヒットが出ていないんですが、守備もうまいし、なかなかしぶといバッティングをしています。西武の森監督が今日試合が始まる前に、まあ、阪急の気力が萎えていないかどうかは今日のゲームが始まってから分かりますよと言っていたんですが、阪急、まあ、気力はあるのは分かるんですが、なかなか点に結びつけることができません。ヒットの数は両チームとも7本ずつ、得点が2対0と西武が2点のリード。秋山の8試合ぶりの先制ホームランとブコビッチのツーベースヒット、4回に秋山のホームラン、6回にはブコビッチのツーベース。いいとこ決まりますね。だけどね、本当ですね、本当にスピードはねそんなに130キロちょっとでしょ、それでなおかつ手が出ないっていうのよ、このそのホームベースをうまく使ってるんでしょうね。佐藤さん、セリーグに今これだけホームベースをうまく使って、それからもう何センチの差でボールを出し入れできるピッチャーってのは他には誰が思い当たりますか。やはりね、あのこれぐらいの技術になりますといませんね、セリーグじゃ。そうですか、高く上がったレフトフライ、定位置で阿部が掴みました。いませんか。ただあの感じが似てるのはですね、やはり巨人の加藤投手なんかだいぶこの流れを組んでますね。そうですそうです、そうですね。ただこのほどのこのピッチングの読み、相手のバッターを読み、ゲームを読む人はちょっとセリーグには見当たりませんね。という佐藤さんも絶賛するこの東尾。さあ怖いブーマーを迎えます。ただ田部さん、ランナーいないのは助かりますね、東尾には。またそういうところやっぱりうまいですよね、一発バッターがね来た時に前のランナーが誰もいないというね、これで打たれても2対1でしょ、1点差から勝ってるんですからね、そういう計算もやっぱりできますよね。3割2分3厘、ホームラン37本のブーマー、バットの先端パールですからね。田淵さんが放送の時によくおっしゃって、それがズバリ当たるんですが、東尾がこれがねリードが3点から4点ぐらいになるとね、
返って打たれるんですよね。まあ、ですけど今年の勝ち数見ますとね、大体 2,3 点差で勝ってんですよね。大量点というのはほとんど取ってないんですよ。したがって防御率もいいわけですか。そうなんですよね。だから緊張感を持たせて投げないとこの人はダメなタイプなんですよね。ピッチャーゴロ、ゆっくり間を置いて一塁の清原へ、スリーアウト。点ブレーブス、この回の三者凡退で得点ありません。西武球場、ご覧のように2対0と西武がリードしております。東洋のピッチングもう1回振り返ってみましょう。本当に芸術的ともいえるピッチングです。外角の変化球、フィーディングには定評のあります東洋です。西武ライオンズのマジックが今日のゲーム勝ちますと5つということになります。当面の敵阪急を叩くわけですから非常に効率がいいわけです。西武ライオンズの森監督は試合の途中でもお伝えしましたように、今シーズンはうちは無理やりも絶対何が何でも勝ちに行くんだというような野球はやらなかったからなぁと今日試合前に一言言っていたのが印象的でした。まあ報道陣が麻雀大好きな人がたくさんおりまして、その麻雀に引っ掛けまして、いや君たちの麻雀っていうのはもう何でもかんでも上がりに行くやろ、麻雀の極秘はやな、上がれる時に上がるんであってもう上がれない時にはもう腹から諦めにはいかんのやということを言っていたわけなんですが、何か森監督の采配の極意の秘訣をちらっと見たような気もしたんですけれども、まあ、本当に森さんは焦らずにね、悠々と構えて泰然としてましたよね。それとやはりいかに投手陣が豊富かということだからこれだけできるだと私は思いますよね。横田が出てきた、まあ、そういう若いピッチャーの、ね、台頭があることによってね、それでカバーできる部分が容易ありましたしね、それとやっぱりきっちりと工藤、東尾が各大会が投げた時には勝つと、ちゃんともう何勝何敗っていうその継ぎ書きができましたからね、ですからやりやすかったんじゃないですかね、はい、それと森監督はね、当然のことはあえて肯定はしなかったんですが、このゲームはもう負けてもしょうがないやという。言ってみれば言葉は悪いんですが、負けゲームというのをある程度納得づくでもう作ってましたよね。それと私はやっぱり八木沢コーチあるいは黒田コーチのね助言というものはものすごく聞いたと思うんですよね。やっぱりあの監督に参謀がいいと悪いとではだいぶ違うと思うんですよね。監督というのは全部は見られないですよ、投手陣、ピッチャー陣というのね、バッター陣ということでね。右側が黒田コーチ、左側が井原コーチでした。だから森さんとしたらもう投手陣は八木沢コーチと黒田コーチに本当は今年は、ま、任せきりだったですね。そうなんです、ね、森監督が言っていたんですがね、今年のキャンプの時に、なあ八木沢よ、うちがもし防御率2点台でいったならば今年は打てないけども優勝できるだろうなと言ったそうです。レフトへのハーフライナーで、日本ハム戦でね13点も取られまして、一旦は防御率が点防御率3点台にいったんですが、昨日2点に阪急打線を抑えまして防御率は 2.99 にまた戻りました。佐藤岡さん、チーム防御率が 2.99 というのはこれは素晴らしい数字ですね。そうですね、あのもう非常に西武の今年の野球のスタイルを 見てくれているようなもんですね。そうですね、ワンアウトでランナーはなし、バッターボックスは松永、今日はレフト前のヒット、セカンドへの内野安打、それからショートゴロ。今日は途中から松永、バッカーという三遊間に変わっておりますブレーブス。7安打を許してはいるものの0点に抑えている堂々たるピッチングの東尾。清原から東尾へ、これが悪送球、記録はヒットと出ました。ちょっとヒットあまり
甘いんじゃないですかね。今のタイミングでしたらね、いいボール放ってれば完全にアウトですからね。もう東洋のね一塁ベースカバーは定評があるところですから、ランナーよりも早くベースには到達していたんです。これだけどね、私もファースト経験ありますけどね、これは一番難しいですね。そのピッチャーが走ってくると同時にね、やはりねグラブの前にね、やはりあのファーストベース側に投げなきゃダメですよね。そうです、そうです。ですから巨人戦の広島でもあの中畑がね、江川に対してああいうボール放ったでしょ。あれで逆転、小早川のサヨナラホームランが出ました。ですからああいうプレーっていうのはね、キャンプでみっちりね叩き込まれるんですけどね。はい、まあ、今のがヒットということになりますと防御率を争います東洋にとってもこの後点が入りますとね、そうなんですね、自責になりますので大きいです。ワンアウトランナーは一塁。西武ライオンズマジック5つまであと2アウト。大事なゲーム、昨日今日と連勝の可能性が大変強くなっております。ブレーブスの9回の表の攻撃です。バッターボックスは熊野。東をゲッツーに取ることができるかどうか。セカンドゴロ、ゲッツーコース、ショートへ、ツーアウト、一塁転送ですが一塁に投げることができません。しかし佐田岡さん、ゴロを打たせる時はちゃんとゴロを打たせるようなピッチングができるんですね。あの今日左バッターのシュートにね結構内野ゴロ打ってるわけですけどね、もう自分のこのスタイルのピッチングのスタイルをちゃんと確保してますよね。そうそう、本当ですね。だからこうやって自分のこのピッチングのね技にはまるとピッチャーとしては非常にこうピッチングが面白いんじゃないですかね。まああの佐田岡さんの場合はね、比較的若くして引退されてしまったわけなんですけども、まあ、こういう東洋のようなピッチングができればなというのは今そんなお気持ちがあるかもしれませんね。まあピッチャーとしては理想でしょうね。2タイプはあるんですけど、やっぱりスピードで三振を取るタイプとこうやってね、コントロールで抑えていくタイプですね。で東洋が最後まで抑え切りました。見事コントロールで抑え切りまして、西武ライオンズのマジックがこれで1となりました。2対0、西武が阪急を破ったというゲームでした。この2連戦が始まる前に森監督は、いや本当に今シーズン最高の大事な2試合だよと言っておりましたが、その大事な2試合をきっちりと取りました。嬉しそうな森監督と東洋の握手です。完封勝利の東洋のインタビューが間もなく行われます。西武ライオンズ球場、東洋投手はこれで14勝9敗となりました。勝投手が東洋で14勝9敗、負けが山沖で18勝8敗です。秋山が勝利打点を記録しております。秋山の勝利打点は今シーズンこれが15個目。東洋14、4万8000人入りました大観衆、西武の勝利を祝福しております。まだインタビューは行われておりませんが、東洋がどうやら呼ばれるようです。汗を拭きながら東洋投手が今お立ち台に上りました。放送席、放送席、東洋投手にお話を伺います。今シーズン3度目の完封勝利、おめでとうございます。ありがとうございます。いや試合前には完封宣言をしていったそうですね。今日はね、何ですか、初めてですね、まあ、最初からね、まあ、完封するって言って行ったのは、この前の近鉄戦でもそういうふうにおっしゃって2点取られてしまったんですよね。そうですね、あの時はちょっとアンラッキーだったですからね。まあ、いろんないい意味でね、工藤君と競争してますから。その工藤投手を抜いて防御率ナンバーワンに立ちました。で今日ね、9回投げるともう変わると知ってましたからね、まあ、いい意味で少しあと残り、まあ、試合少ないですけど、まあ、工藤と、まあ、大会を見れてね、あと頑張っていきたいです、はい、これでマジックが5、チームも優勝にラストスパートですね。はい、もうあと今度ね、僕が登板するまでにひょっとしたら決まってるか分からないしね、だからあとはもうのんびり楽しんで見てますね。いや、そう言わず、これから優勝に向けて東洋さんの力で頑張ってください。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。行われました。今終わったところなんですが、田淵さん、
今日の勝ちでもう本当に西武のパシフィックリーグ今シーズンの優勝、はい、確定的と言ってもいいでしょうね。あとはそのどの試合でね、胴上げが見れるかっていうね、問題に変わってきたですね。まあそれにしましても小林さんね、見事な東洋のピッチングでした、はい、そうですね、ベテランらしいと言いますかね、やっぱり大事なゲームのツボはビシッと抑えますね。本当ですね。あのこれで工藤投手と東洋投手が防御率入れ替わったわけなんですが、そうです、東洋がトップに出ましたね。もし西武が優勝、まあ間違いないと思いますが、西武優勝した場合の MVP 争いというのもちょっと面白くなってきましたね。この大事なゲーム2人とも勝っているだけにね。そうなんですよね、あのしかし今日が最後のデーゲームスタジオということなんですが、はい、最後までお送りできて本当に良かったです。そうですね。はい、どうもありがとうございました。はい、どうも。2対0で西武が勝ちました。それで、大事な天王山2連勝ということで、まず西武の優勝は間違いないところじゃないかと思うんですね。はい、はい、それではあの各地で行われておりますデーゲームの途中経過結果をご覧いただきたいと思います、はい、では参りましょう。まず広島市民球場の広島中日戦は現在6回の表、中日の攻撃中で1対0と広島がリードしています。藤井寺球場の近鉄日本ハムは5回の裏、近鉄の攻撃中で3対3同点です。ロッテ南海戦は4回の裏、ロッテの攻撃中で5対2とロッテがリードしています。広島が勝っておりますね。そのまま最後まで行くかどうかということなんですが、今日は後楽園球場でね、やっぱりジャイアンツが太陽との対戦ということになります、はい、さて今日のデーゲームスタジオなんですが、西武阪急の25回戦をお届けいたしました。東尾投手の完封14勝目ということですね。山内選手残念ながら国運奮闘という感じだったんですが ね、残念でした。さてこのデーゲームスタジオ今日が最終回ということなんですね、放送の中では衣笠選手の連続試合出場世界新記録もありましたし、本当に皆さんからおはがきもたくさんいただきましてありがとうございました。また来年、お目にかかれるかどうか分かりませんけれどそれまでお元気でどうもありがとうございました。